人生でした一番の恐怖体験。恐怖体験。これはそう、なんかあれですか？幽霊とか心霊とかそういうのじゃなくてもいいんですよね、別に。はい、どちらでもどういう感じあ、でも大病気丈夫。ですね、やっぱり。ああ。ちょうど UBG が解散した後に、僕自身感じてなかったんですけど、ストレスが相当マックスだったんですよね。いろんなことが、当時働いてた仕事場もちょっと倒産になったりとか、同時期に。なんか多分、自分的に迷子になっちゃったんですかね、気持ちが。そしたらですね、パニック症状。もう、多分パニック症状って、電車乗ったりとか、密閉した空間だったら引き起こったりすると思うんですけど、僕はもう寝ても覚めてもだったんで、それで安定剤飲まないで、絶対やりきろうと思って漢方で、ずっと、治療してたんですけど、半年間かな、ずっとパニック障害の中でいました。生きた心地がしない。だから、その後我慢しすぎて、神経が痙攣しちゃって、いわゆる難病にかかって1年間寝たきりになりまして、もう、体が自分ではちょっと動かせないんですね。ああ、もうラップできないや。終わった。人生終わった。と思った時にもう、恐怖でしたね。でも、なんとか立ち直りました。はい。あの時のことはすごく、覚えてますね。30歳の時かな。うん。その立ち直ったきっかけって何かあったんですか？正直ですね、もう絶望しかなかったんですよ。東京女子医科大さんの方で、脳の方見てもらいまして、治らないって言われたんですね。神経って一回動きを忘れてしまうと戻らないらしくて。あ、じゃあどうすればいいんですか？ここにね、電極埋め込んで、肩のところにも電極埋め込んで、リモコンで操作するしかないって言われまして、はいって言って、そんなのロボットじゃないですかって言って、他になんか処置ないんですか？ないです。ドーン落ちますよね。したら、もう余計もう具合悪くなっちゃいまして、もう、そっから、ちょっと絶望的だったんですけど、でも自分で調べてみようと思って。調べたら、そこ、治ってる人もいるんですよ、中には。そこにちょっと希望を見出して、本当多分、マイノリティな方々ですよ、治ってるのが。で、そこを、とにかく、治るって思おう。自分で信じようと思って、一日ずつちょっとずつ何かを試していったんですね。そしたら、やっぱり気持ち、病は気からっていうのはそういうことなのかなと思うぐらい、やっぱり気持ちが変わると、どんどん良くなっていきました。うん。だから、ちょっとした希望が見えたんで、そこを信じてよかったな、と。はい。